人の誰かのゼロ、まあ、すなわち初めてを体験していくという特別企画も用意しております。そんなドキドキなね、うん、展開をお伝えしつつ、はい、作品の魅力が伝わったらいいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではリゼロから始める異世界生活事前特番、リゼロから始める異世界体験スタート。で早速出発していきましょうか。おっ、すごい、もう車が用意されていた。すごい、で移動だよ。おっ、あっ、じゃあ入るか。すごい。はい、ということでついに出発しましたけれども、うん、じゃあ小林さん本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっといろいろとロケ、頑張っていただきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと小林さんその前に一回ちょっとこちら見てほしいんですけど、はい、小林さんお疲れ様です。高橋理恵です。今回はそちらの番組に参加できずにすみません。本当だよ。ただ今こうして映像があるということは、私もこういう形でちょっと参加させていただくということで、一つ小林さんにお願いしたいことがあるんです。そのお願いとは、リゼロから始める異世界生活の番宣タイムをかけたミッションに挑戦してほしいんです。ということでね、ミッションの説明をさせていただこうかなと思います。まずルール1、小林さんにはこれから行くロケ地で内山さん&村川さん&水瀬さんに対してあるミッションを行ってもらいます。そしてルール2、すごく怪しまれたり企画がバレたりロケ終了までにミッションが成功できなかった場合は死にます。重い。そうなんです。ミッションを失敗した場合は番宣タイムが0秒になり小林さんの面目丸つぶれで死にます。ということで、ミッションの内容ね、気になるところなんですが発表させていただこうかなと思います。これから行くロケ地で内山さん、村川さん、水瀬さんの3人に可愛くにゃんと言わせてください。もちろんですよ、こうなんかおい村川にゃんって言えって言ったらダメですからね。本当にこう直接的なものは絶対に NG でございます。それではそれでは小林さん頑張ってくださいね。以上エミリア役の高橋理恵でした。なるほど、こういうことやるんですね。あーはーはー、皆さん改めまして、今回ナビゲーターも担当することになりましたエミリア役の高橋理恵です。ということで一人過酷なミッションに挑戦することとなったユッケ氏、果たしてミッションをクリアしリゼロの番宣を行うことはできるのでしょうか。いや、それにしてもいい表情してましたね。キャスト陣はロケ地へと移動中。社内ではどんな会話してたんですかね。いいな、気になる。男性からなんて呼ばれることが多いです。てか逆になんて呼ばれたい。まあでもユミちゃんとかが一番しっくりくるかなって気はしますけどね。じゃあ今日からユミちゃんで、ね、あらまあ、ユッケ氏いきなり大胆。呼ばれたいって聞かれたのに。そしてちなみに、イノリンで、私ユーリンさんって呼ぶから。あ、そうか、ユーリンさん。ユーリンさん、なんかユーリンさんって呼んでるのはあれだよ、もうミナセちゃんと大西沙織だけだから。分かった、ユーリンさんとイノリン。ユーリンちゃん、イノリン、村川ね。そうそう、これはね、新井さとみさんが私のことを村川と呼んでくださっていて、そうだから僕もそれにあやかって、もう村川って完全に呼び捨てにしてる。この作品のこの現場では村川ってあえて呼ぼうっていう。リエション元井村川、お互いの呼び名もバッチリ決まったところで目的地に到着したようです。ということで最初のリゼロから始める異世界体験はこちら、うん、ドゥドゥン、猫カフェ猫のつぶやきさんに参りました。ということで、はい、これは誰の体験なのかな。はい、私です。あ、ゆみちゃん、ありがとうございます。はい、はい、生まれて初めてなんです。猫カフェ一度も来たことないんだ。ないの。あ、そうだよね、そういうつけたの。本当になくって、ちょっとこれを機に初体験してみたいなと思います。いいじゃないですか。ユミさんの初体験を叶えるためにやってきたのは埼玉県川口市にある猫カフェ猫のつぶやき。店内はアットホームな雰囲気でアメリカンショートヘアやマンチカンなど全部で8匹の可愛い猫ちゃんたちがお出迎えをしてくれます。ではこの癒し空間で思う存分楽しんじゃいましょう。あ、ユッケ氏はミッションのことは忘れずにね。じゃあもう、はいはい、ユミちゃんのね、
リクエストだからとりあえずユミちゃんの声本当にもうなんかねたくさんねいすぎてでもやっぱりちょっと一番気になるのここでずっとくつろいでるこの子がさっきからもう何になっちゃってあらまーこの表情がもうあーほんとかわいいもちゃっとしてるそして早くもユッケ氏が作戦開始ですよあれだよ猫に話しかけるときはね、うん語尾にニャンをつけると意外と反応してくれるらしいよねマジでやってみたいマジでイルミさんキラーパスそういうことじゃないのそういうことじゃない俺がやってみるってことじゃないあれ得だよ挑戦しますこっち向いてほしいニャンどうやらこれは寂しいぞそれで振り向いたら教えてねみんな冷たいんじゃないかなちょっと一人ぐらいやってよ村川村川私ちょっと振り向かせて村川優しい寝坊してたんですからねちょっと手強い可能性ありますけど一つ可愛く言うあっこれは村川クリアなるか大きくないいよ大きくないといけないって言われたんだあーいいじゃんだにゃにゃー大きい大きいおいしいにゃおいおいにゃお見事だにゃん村川クリア残りは2人このままクリアしちゃいますかね一方ミッション挑戦中のユッケ氏ですが村川ににゃんと言わせたもののユミさんいのりちゃんにはうまくいかずかなり苦戦中残り時間もあとわずかこのままでは番宣タイムゼロですよお願いしますはいということでいろんな猫ちゃんと触れ合ってみましたがはいどうですか初めての猫カフェはゆみちゃん帰りたくない甘くていいですけどやっぱ今またこうね猫ブームが来てるわけじゃないですか、うん、なんかその気持ちがちょっと分かりましたね皆さんの猫が猫にこう心奪われる感じが面白かった今違う違うあちょっとあそこの猫ちゃん隠してあーこっちを見ているなんという表情なんという姿あくびもしているいや本当可愛いな結局この後もただ猫ちゃんと遊び続けここでタイムアップもちろん結果は残念ながらミッション失敗ですいや可愛いな本当ミッション失敗です、はい、無理だよなんか次挑戦したいですかじゃあこちらの部位見てください何何何あっちゃー小林さん死んじゃいましたねやっちゃいましたまあやってくれると思ったんですけど死んじゃいましたか残念でしたねでもこの番宣タイムはなくなってしまいましたがこの作品の重要なキーワードである死に戻りを生かしてもう一度だけ番宣タイム復活のチャンスをあげようじゃないかということでございますよもう自分の能力に感謝してください死に戻りをさせてあげますということで次が番宣タイムに向けて最後のミッションでございますいきますよ3人に下の名前で呼んでもらってください大丈夫ですかね小林さんの下の名前ゆうすけ呼びをしてもらうことですね本当にこれ最後のチャンスですからねリゼロをぜひとも紹介してほしいということで頑張ってくださいということですさっきもうまさになんか名前の話したじゃないですか無理だよスバルの能力死に戻りの力で再びミッションに挑戦本当ユッケ氏頑張ってはいということで、はい、やってきたのはここ池袋にある、はい、この店ですはいえ何ペンギンのいるバーえペンギンのいるバーこの寒い中ペンギンっていうかさ、ね、うちら薄着でここってバカじゃないの、ね、もう夜になったんで急もうほんと寒いほんと寒いでもこのペンギンのいるバーさっきは猫カフェでしたけど、はい、今度はこれ誰の上着カフェ僕ですあ右二人自由だなちょっとね前に、うん、やった作品で、うん、主人公をやった時にねペンギンが好きな主人公だった、そうな
で、あ、なんかちょっと俺もペンギンと触れ合ってみたいなって思って、うんうん、ちょっと探したら、うん、もうお名前そのままペンギンで、これがお店の名前らしいです。これを見たらもうね、それはもう来たくなりますよね、うん、そうなんです。ということで、ちょっと今度は猫の次はペンギンと触れ合ってみたいなと思います。いいですね、動物尽くし。そんなユッケ氏の初体験を叶えるためにやってきたのが、池袋にあるペンギンのいるバー。その名の通り、店内で4羽のペンギンが飼育されていて、ペンギンたちのコミカルな動きに癒されながらお酒を楽しむことができます。本当にペンギンいる。さらにフードメニューはペンギンのいるフレンチトーストなど、ペンギンにこだわった料理も魅力の一つなんです。ではでは、よけし、このお店で番宣タイムをかけた最終ミッション、頑張ってください。はい、ということで、はい、お店の中にやってまいりましたが、はい、こっちこっちこっち、こっちいるよ、ペンギン。すごい、俺ちょっとね、ちょっとマジね、興奮してんだけどこれそわそわすんだけど、いや、すごい、すごい、かわいい。ちょっと俺、口数減るかもしれないマジで。ちょ、こらこら、ゆけし、楽しんでないで、ちゃんとミッションも忘れないでください。でもさ、うんうん、なんだろう、みんなは自分たちでペット飼ったりとかしてんの？ペットはないですね。私、インコを飼ってましたけどね。赤星インコを。ユーリンは？俺、ちょっと待って、それより前にさ、え、何ですか？俺の呼びはユーリンに決まったの、これ。あれはスポンジョだね、満場一致じゃなかった？待て、だってユーリンってさ、僕じゃないじゃん。僕の事務所じゃん。俺を呼んで。俺おっと、これはいい流れじゃないですか。このままミッションクリアしちゃうの？とその時、失礼します。こちらの、はい、フードですね。ラブリーナ。まさかの店員さんカットインで話がストップ。ユッケシ持ってないっすわ。しかし諦めかけたその瞬間、村川からナイスパスが。あ、そしてあれどうするんですか、呼び名は。あ、ユーリンさんじゃない、だから俺さ、はい、やっぱ呼ばれんならさ、はい、下の名前がいいな。下の名前。え、ちょっと下の名前、アニメ芝居。ミッションを知ってるだけにぶさんくさいというか、ちょっと小恥ずかしい。ちなみに僕の下の名前は分かりますか？分かりますね。ねえ、そうですよ。ねえ、分かる。お前さ、そうやって自分でハードル上げてるの分かった。うまっ。もう一人で食べてみる。うまって、最大のチャンスがいのりちゃんに潰された。まあ、美味しいんだろうな。さあ、残り時間もあとわずか。お店の目玉であるペンギンの餌やり体験をしつつ、最後の勝負に出る。こんなことめったに経験できない。かわいい。うわー、頑張って。釣られてる。かわいいですよ。皆さん見てください、ほら、右左、右左、右左、右。めっちゃあー、ダメだやばいやばい、ちょっとテンション上がる。投げると走ります。投げると走る。水の中に入れると。ゆけし、ゆけし、投げて投げて。いいと思う。私も一緒ですけど、楽しんだだけだって。ユウスケ、何やってんだよ。結局大失敗に終わった今回のミッション。いよいよネタバラシのお時間です。皆さん、撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。そして、小林、ミッション失敗、本当すいません。あ、え、何ですか。実はですね、今日ここにいない高橋理恵から、はいはい、とあるミッションを与えられていてですね。え、そうなの。それによって、あの、番宣をする時間を与える、与えないっていうね、かなり重要なね、ミッションが。ちなみに猫カフェの時には、はい、3人に可愛くニャンと言わせるっていうミッションが。言った？言ってない。言ってくれたのは村川だけ。言った？どうせやり。そうだったんだ、ごめん。あの時俺がどんだけ心折れたか分かる前に。そうだったのか。めっちゃ泣いてる。そして、うん、ここでのミッションは、うん、みんなにユウスケと呼んでもらう。あの、忘れないよ、今にもちょっと言いそうだなって思った時に、あ、これ美味しそう。料理の方に目をやった。いいのに。だいたいね、10
くれたらいい。でもね、もっと言ったらすごくいいタイミングでお店の人も料理を持ってきてくれて、スタッフ下手くせたんじゃねえの。それではそろそろお別れの時間となりました。楽しかった。皆さんどうでしたか。いや、本当に楽しかったね。本当ね、個人的には何の枷もなしに楽しみたかったっていうのが正直なところだけれども、お疲れ様でした。いや、大丈夫大丈夫。でもね、そんな感じで、あのスバル君はね、ある意味スバル君は一人でいろいろ抱え込んで冒険をしていくっていう、そういう作品でもあるので、そんなスバル君のちょっと一端を垣間見えたかなっていう。なるほど。あ、同じ状況だったってことですね。そう、やっぱミッション失敗して正解だったんだよ。そうですよ、死に戻り、死に戻り、死に戻り、そういうことか。死に戻る。小林祐介。